宇宙世紀00791月3日、この日ジオン公国は地球連邦政府に対して宣戦を布告。物量で劣るジオン軍は戦争を短期間で終結させるため、地球連邦本部ジャブローに向けてコロニー落としを決行、ブリティッシュ作戦を実行に移す。そしてその弾丸と化すコロニーを確保すべく、サイド2のスペースコロニー軍へ侵攻し、 NBC 兵器である毒ガス兵器を注入。コロニーの居住者数千万人の命を奪ったのである。偶然にもサイド2にて任務についていた連邦の若き士官シロー・アマダは、そのコロニーの中でジオンの毒ガス攻撃による無差別虐殺を目の当たりにする。生きてる人は誰か、誰かいないのか。くそ、ジオンめ。そしてその体験が彼に連邦軍人としての強い使命感を植え付けることとなる。一人でも多くの敵を倒すこと、それこそが自軍の勝利に貢献することであり、正義でもあると信じるようになっていった。だがそれは本当の正義なのだろうか。間もなくそのことを検証する機会が彼のもとへと訪れる。時は流れ、宇宙世紀00791月、連邦軍がオデッサにおいての大反攻作戦の準備を始めていたその頃、激戦続く東南アジア地区へと赴任するため、シローは輸送機に乗って地球へと向かっていた。自分の価値観を変える運命の出会いが待っているとはまだ知らずに、シロー・アマダ、そしてアイナ・サハリン、互いに敵対する立場に立つ二人の男女、その軌跡が今交錯し、新たな戦いの物語として幕を開ける。密林のガンダム。
当たるわけにはいかない。抵抗など無駄です。お下がりなさい。遅い。俺は死神なんかじゃない。そこだな。仕留めさせてもらうぞ。どうしても戦うのですか。もう手段を選んではいられないわ。これ以上はやらせん。支援ポット。ただ味方がやられるのを見ているなんてごめんだ。生きている限り俺は絶対に諦めない。どうしても戦うのですか。
震えているね。これでも誰も来てくれなかったらここで死ぬのね。助けは来るさ、絶対来る。俺あそこに降りるんだ。何のために？それは戦争なんだろうけど、でもあそこに行けば何かが分かるような気がしてさ。自分が何者で何ができるやつなのか。だから絶対死ねないんだ。あなた、私が聞いていた連邦軍のイメージとは随分違う。羨ましい。羨ましい？
奴らにアプサラスを見られるわけにはいかん。早々に片付けさせてもらう。ここで引くわけにはいかないわ。これ以上お前の好きにはさせない。無駄よ。要素は多いけど仕方がありませんね。まとめて吹き飛ばしてやるよ。こんなところでくたばってたまるかい。ここだな。仕留めさせてもらうぞ。仲間を失うのはもうごめんだ。Thank you.
逃げ出すわけにはいかないのよ。ここまでだ。仕留めてみせる。遅いわ。ここで戦うのをやめたら自分が自分でなくなっちまう。無駄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 でございますわ。各砲座は各個に応戦してください。周囲の敵に攻撃を仕掛ける。超楽勝。悲しみのそのすべてにも希望を灯す。そのために私は。よーし、私の実力とくとご覧あれ。そちらがその気ならば遠慮しない。甘い甘い。
さて、お手並み拝見といこうじゃないか。射程内に入るとは迂闊ですね。遅い。私と敵し、敵に背は向けん。ここで蹴りをつけてやろうじゃないか。した時のことなんて考えちゃダメだ。この戦いで決着をつける。楽勝。足止めさえできれば問題はない。楽勝。俺だって戦争ごっこやってるわけじゃないんだ。
なことで引き下がれるものか。残念。私には戦う理由はあるのだから。そちらがその気ならば遠慮しない。残念。いけない子ね。お仕置きよ。目標接近。敵を排除してください。警戒を強めろ。これ以上敵を近づけるな。何様のつもりだ。私は死なないよ。見てるんだな。バカな。連邦の侵攻をこれ以上許しはせんのだよ。お前の方が引っ込んでな。甘いな。その程度では私は倒せん。何様のつもりだ。さすがにこちらの都合に合わせてきちゃくれないか。そろそろ引く気はないのかしら。さっきは何をしていた。ここまでか。これで終わりだからな。Thank you.
んとか決定打を与えなければ。遅いわ。そのままなすことなく消えるがいい。遅いわ。これ以上やらせるものか。